えっと、子供の頃から同年代で背が一番高く、成人の今195センチある男です。幼い頃から内向的性格でインドア派と自覚してますが、周囲から背丈にあるスポーツ等を必要に迫られたり、体型系のノリや役割を共有されるなど、自分の悩みを理解されていつまでの人格を求められることが不安です。臨床心理士に話しても贅沢な悩みと一周されたほか、大五さんの配信で同様相談しましたが、配信タイムに問題が生じたと言われ、十分な回答はいただけませんでした。子男性の言うようなな悩みを開示することはタブーなのでしょうかあ たまに心理師がおかしな人だったっていうのと DAIGO さんのパソコンがおかしなことになったっていうだけなんですけど、まあ、もしその,あの日本の場合って平均身長が170ないぐらいなのでやっぱりそのキーの目というか珍しい人だよねって見られ方しちゃうのは当然だと思うのであのもしそれが嫌だったらオランダとかに行っちゃった方がいいと思いますよ。あのオランンダ女性の性のののの平平均均身身長長が170 180 195 170ででで男は近くあるととかだと日本いいう身長センチぐらいの あのまあ平均よりちょっと高いよねぐらいでめちゃくちゃ高えこいつっていうことでもないのでなのであの全く気にしないで生きるっていうのもできるんですけど多分その全く気にしないで生きるができてないから僕に1,000円払ったり DAIGO さんに相談してるだと思うので一回その高身長の人の国行ってみるとまああの別にあの住むとかだといろいろ大変なんですけどまあ1ヶ月とか2週間とか旅行してみて。 で、あの、背が高い人だらけの国だと別にあの、みんな自分のこと見ないんだなっていうので、まあ、それですっきりする場合もあるし、まあ、こっちの方が言いやすいなっていうのであれば。あと、オランダってあの、日本人、あの、ビザ取りやすいので。